それでは会開くという位置に行きますね。まず門構えを、ま、同じような大きさですね。まず縦を書きますね。そしたら横ちょっと右上がりで書いて、同じ間隔にして持ってきます。こっちも左と同じぐらいで、縦の長さは左よりも少し長めで抜きます。で、また間隔を同じで閉じますね。そしたらその中に、沿って少しここを開けますね。伏せ手で少し長め、左はまっすぐに持ってきて開く、右は左よりも少し長め。その時にこの門構えの中にこれが収まるようにしてください。